はい、皆さんこんにちは、ミカミックスです。ファイナルファンタジー5ピクセルリマスター、第二世界に来てビッグブリッジを渡っているところ、バリアに阻まれてなんだかよくわかんない大陸に飛ばされてきたところからですね。げっ、あいつが死にそうだ。待て、死ぬ。死んだ。レイズ、パリスはもう青魔法をつけてるんで、攻撃はやっぱりゲー、なんだ融合ゼロか、減ってないからか。ゲーマジックパーがもうなくなった。アクアブレス、いや一人だったら火炎放射だな。火炎放射なんか覚えた時さ、大して使わないけどねみたいなこと言ってたけど、そこそこ使ってるよね。あんまり使ったことはなかったけど、ちょっと待って、近くに町があるはずなんだけど、ケチってこう。そこまではなんとかこのままの戦力で耐え抜く。忍者の火力、おお、エルフのマント、槍130、いや強え。アクアブレスを使うべきだった。敵のヒットポイントが高いな。クリティカル、盾装備できるのがいいね。なんか侍って盾装備する感じじゃないけど、イメージ的にだいたい片手で400くらいか、今火力が。ちょっと待って、パリスはさ、白魔法をつけ直せば白魔法で回復ができるけど、つけ直すのが若干めんどくさい。このままでいこう。青魔法にはしない。どこだ町、え、どこだっけマジで。あ、あった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 。手前で出た。これはちょっとちゃんと考える。投げる、カトン。人投げはさすがにもったいなさすぎる。で、白クロマからのファイラ、これで一掃できるんじゃない。ぜー、ダメだった。融合、みんな融合しろ。二人に託した。それなりのヒットポイントがあるね。じゃあファイラが大した火力にならないんだけど、よし OK。 アビリティポイントは5体出ても1か、4体だった今。ルゴルの村、ちょ待って、話せねえんだけど。え、どういうこと。辺境の町ルゴル、てかさ、こいつすり抜けんだけど、何これ。すり抜けジジイ。魔法がいっぱいある。ブリンクシェルエスナ、3000円だったら大丈夫でしょう。でドレインブレイクバイオ、これで9000円、また9000円使いそうだな。アコメットガンじゃん。スローガリターン、もう1枚になっちゃったよ。金が足りなさすぎる。武器とか買えんのこれ。なんか真ん中に変なお嬢ちゃんがいる。そっちは武器屋さん。オリハルコン欲しい。ウォーハンマー、アシュラ持ってる。眠りの剣、ウィンドスピア、チェーンウィップ。オリハルコン2等にする。オリハルコン、オリハルコン。金がね。てか杖とかさ、なんかなくない、全然種類が。魔力の上がる杖とか欲しいんだけど。オリハルコン、オリハルコン、あ、だいぶ火力が上がんな。グリーンベレーは力素早さいいね。忍者のやつは結構能力が上がるやつが多いから、まあそれで底上げができる。ゴールドシール1個持ってるんだよね。ゴールドヘルム、侍系か。1個しか買えねえわ。魔力上がる三角星買おう。大地の衣、あ、大地の衣上がんないんだ。魔力上がっても良さそうだけど。で、ちょっとレナちゃん、羽付きから三角にして、魔力は1上がる。パリスもな、コメット覚えたからな。この村に人が訪れるのは何年ぶりでしょう。こいつは外出歩くの、そもそも。あれ、ピアノがない。ルゴルの酒、コルゴナの壺、酒がうまい。
踊れんの？踊らねえよ、めんどくせえから。なんか踊るといいことあったっけ？南の城には近づかない方がいい。エクステツが復活した。モーグリを見かけた。モーグリを見たなんて嘘。あ、寝たい寝たい。なんかある？なんもない。寝かしてくれ。え、なんで？意味がわからん。一応イベントが始まった。ガラフ、鍵開いてんだ。毎回毎回こういうイベントで思うけど、不用心すぎだろこの宿屋とか。ガラフは？え、どこ？あ、酒か。お、今金ねえんだよ。幻のルブルの酒。どうした、バツ？寝つかれなくて。ガラフ、すまない。俺たちが来なければエクスデス城に攻め入ることができたのに。あのまま攻め入ってもバリアで全滅させられていた。まさかバリアが完成したいとは。全然情報収集してねえな。諜報部隊とかいないのか。元の世界に戻れないと知っていてなぜ来た。わけなんかない。酒おごれ。てかバッツ酒飲めんの？年齢的に。あとはもうちょい情報収集をするか。酒がうまい。そんなんばっかだな。コテージ売ってねえかな。コテージ、あ、売ってそう。2人いるってことはハイポーション売ってんな。500の回復力は今にとったけ。あー、売ってる売ってる売ってる。ちょっと5個しか買えないけど、買えるだけ買おう。薬系があるね。聖水、ゾンビを治すって言ってたところ。外は魔物だらけで、白黒魔もレベル3じゃちょっと通用しないよね。せっかくバイオ覚えたけど、バイオが使えないんだよな。黒魔同士はもうレベル0か、まだ。時魔同士レベル4っていくつだ。時空は4。時空が1、2。これ何レベルか分かんなくね？どれが何レベルなの？説明とかもないしね。まあいいや、コメットで攻めていこう。で、先へ進んで、南の城があって、クーザー。強そう。はてなはてなはてな。737。めちゃくちゃ食らってんだけど。だいぶダメージを当てたかな。タイタン、効くかな。時空、コメント。銭投げは無理、金がない今。そもそも。火力で押し切ろう、ここは。1098。コメント920。悪くはない。俺はるこ二刀流。勝って。3862とか異常に食らった。特にできたんだよこいつ。食らえ。664。ダメージがだいぶ減ったな。やばいやばいやばい。回復が早いか、こいつを倒すのが早いか。ガルフが死んだままだ。3持ってんのアビリティ結構割に合わないけど。あ、ガルフか。ペアルが、いやもうケアルガの回復量じゃちょっときつくなってきたね。で、カウンターじゃなくて操る。で、封印城クーザー。ここに封印されし武器があるんだけど、ないか。あれどこだっけ、奥にあるんだっけ。で、シールドドラゴンが出ます。で、防御しよう。で、こいつも防御しよう。サイです。で、操る。操れるか。ミスった。ケアルだ。弾かれた。
自分が回復した。ゾンビブレス。これゾンビになんの？やべえ、死ぬ。ちょっと待って、こいつ操死んで、ガラフが死んでんじゃねえかよ。逃げよう。どうにもならん。エースだ。完全に混乱した。あ、治りそう、自分。逃げられねえ。痛い。レナしかいない、あと。操るやつがさ、操る確率アップのやつ。ゾンビ。すげえな。ゾンビブレス死んだ。全滅した。で、こいつは経験値稼ぎができる。だけど、操るための、ちょっと一回ガラフをもう一回魔術界に直そう。魔術界にして、で、操るでしょ？で、そこから、なんだ？なんかなかったっけ？持ってねえ、操る。魔術界にする意味なくねえじゃん。戻そう。侍。で、操る。で、ちょっと後ろにしよう。で、シールドドラゴンでしょ。操る。一発で操れ。操った。よし。そうすると炎4999、これを繰り返せば倒せる。で、炎は別に操る治んないんで4発くらいかな。ちょっとね、時間はかかるけど。で、もう一回倒せねえ。5発か。結構一人だけな。燃えよ。倒した。で、経験値が1万あって、レベル上げに持ってこいです。アビリティポイントも5あるんで。ただそれだけ。ちょっとあんまり稼ぎはしないんで帰りましょう。お金も1000円持ってんのか。もう一回くらいなんか遭遇しそうだな。しなかった。ちょっと先へ行こう。ギャッ。そういえば操るのってかバックアタックだし、200とか。これ召喚タイタン時空コメントが単体だからね。大地の怒り受けよ。ちょっと黒魔導士にするか、パリス。で、時空つける。金は720円。シールドドラゴン、金をいっぱい持っているわけではないね。まあ魔導士系でいこう。黒魔導士、黒魔法レベル6までか。で、時空4。マイン合衆じゃなくて敵の炎でいいや。銀、魔法防御1。じゃあいいや、これで。ちょ、寝たい。完全なる金不足。またこいつらか。あれ、ちょっと待って、操るなんだっけ。治ってない。投げる。水遁。召喚タイタン黒魔法がひどい。回復された。金投げてんのって知らんかな。これ倒した。やはりでも5人いてアビリティポイント1か。アビリティポイントが重要だからね。ちょっと寝たら先へ出発しよう。第二世界はね、結構いろいろ経験値稼ぎはシールドドラゴンでできて、アビリティポイントの稼ぎ場もあって、金の稼ぎ場もあるんで、割とね稼ぎには向いてる。ま
それなりにテクニックは必要だけど、さっきみたいに。で、ちょっと待って、そもそも並び替えで、こうのこう。で、アビリティガラフ。操るじゃなくて、どうするこれ。いざとなった時のドンズラ。まあ、盗みにしとこう。で、ミスリルのこととか。なんかないっけ？ちょっと一回整頓して、何を見たいかっていうと、ここら辺、盗賊のコテは盗むの確率がアップか。でもこれ多分、シフトすっぴんだよね。そうだよね。コルゴナの角、こいつマジ強えかな。ギャーハ使ってしまった。これ756。そう、ハテナハテナハテナでも減った分だけ食らうから、自分のヒットポイントが。クーザーとかめんどくせえな。ケアルラ2回か。白魔同士のケアルラでさえ2回使う。完全回復まで。とっととここから離れよう。さすがに凶悪なモンスターが住んでいると言われているなんとかの地。召喚こっち効かなくね。ニクリン黒魔法バイオ地獄の火炎300倒した。キラビってこんな弱いの。経験値めちゃくちゃ少なくねえか。モーグリーの森落ちてった。こんなとこにモーグリーがおるとは。森に住む不思議な生き物、臆病で滅多に姿を出さない。助けてあげよう。地下大河モーグリーイーターとかそのまんまの名前だ。八本足すごいんだけど。で、クロマホバイ召喚大河大地の怒りモーグリーを食うな強い。流されていけばいいかな。ちょっと回復しとこう。いっぱいいる。効かない。大地の怒り、まずはこれで先制する。打ち漏らした敵をあとは倒す。打ち漏らしなんていない。分身、分身はブリンクと一緒だからね。すぐ敵です。先制攻撃。大地の怒りあと3回しか使えない。いけ、あと2回だ。使った後にマジックパワーが減るのか。宝箱4400円、やった、金だ。なんか左とかなんかありそうだけどね。エーテル結構重要だな。エーテル1個でさ、大地の怒り1回しか使えないからね。モーグリーイーター、ここはちょっとタイタン使うのもったいないか。八本足で黒魔法バイオで、また攻撃、あとは殴る。左側なんか絶対あったよ。待て、黒魔法なんかサンダルとかどう？効きそうじゃん？聞いたら雷神の術使おう。どうなの？よくわかんねえ。強っ！コスパはいいよな。で、左行って、フェニックスの丘。ん？どっちだこれ？マント。ちょっと待って、投げる。ライジング。いかがでしょうか。微妙。黒魔法。バイオ。激かねえ。ブレスウィーク。いくつ食らう ?180 ちょっとやべえな。イフリート使おう。燃えよ。
え、強くね。ウィンク勝てんし、しかもようやくクロマホレベル1。敵が強いんですけど、マジックパーがねえよ。もうエーテルももう2つしかないんだよ、使ったら。金がいかんせん足りなさすぎんな。なんもねえし、これこっちから流されるだけか。毒のダメージなんて超謎。いやー、ちょ待って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 、タイタン使っちゃおうか。大地の怒り、なんかボスいたっけ。ここ忘れたな。敵モーグリーター、あ間違えた、ナイフなんだ今。大地の怒りか、大丈夫か。ボス前にちょっとセーブポイントが欲しい。コテージで寝たい。レベルは24。ファレスちょっと出遅れてるからね、レベル5デスを覚えさせるために。毒のダメージ超謎なんだ。ライジング黒魔法、お強い。もっといっぱい変えればよかったんだけどな。あー待って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 、ポクポー。あ大丈夫か。寝れないの。これでなんとかするしかない。アイテムもないし、エリクサー1個あった。エリクサー使おう、こんな時のために。エリクサー症候群だから、これはちょっともったいない。こいつってよく見れば骸骨じゃん。骸骨ってことはさ、痛い280、レイズ効くんじゃね。どうでしょうか。ティラザウルス倒した。やっぱりは普通にアンデッドだったわ。瞬殺9、いいね。大丈夫でしょうか。怖がっている。スケベモーグリーメ、クッポッポー、なんだ呼んでるみたい。これ一応砂漠はダメみたいな。こう砂漠を通らないで、こっちへ抜けてねみたいな。でここにあるよ。見えたの、こっからさ、洞窟の中にいるだけじゃん。でちょっと中断かけて、じゃあ砂漠に行くとどうなんのって話。ショートカット、キラービー、キラービー弱かったよね、全員戦うリア弱い。経験値少なすぎでしょ、何なのこれ。さてこっちはいけねえか、横断できるかな。中断しよう。どうだ、え、なんか普通じゃね。ハリ、ちょ待って待って待って、みんなガードしてる。66、普通だな。水に弱そうじゃないこいつら。どうでしょうか。そうだね、なんか普通の敵だな。ちょっと強いやつが出るはずなんで、それを見てからにしよう。砂漠には強敵が住んでいる。サンドクローラー、こいつか。しかし水筒、青魔法アクアブリスでも持ってくればよかったかな。690、あんまり効かない。クリティカル385、絶対倒せないっていう感じじゃない。ブレイクとかって効くのかな、効かないよね普通に考えて。
聞いたんだけど。線か。まあまあ力の薬。なんかすげえ絶対倒せないっていう感じじゃないね。ブレイク効いたし。どこだ。どこら辺だったっけ。ここか。モーグリの村。キャーッ。キャーッ。どこだ。こいつ。お。さっき助けたモーグリ。クポークポー、お礼を言っている。入ってこう。勝手に入ってたか今。宝がある。クポー、ここのものを使っていっていい。ありがたい。エーテル。フェニックスの普通だな。あ、金だ、やったやったやった。1円。ダンシングダガー、コテージ。金が一番の収穫だったな。え？もう手に入れました。クポポー、何をしている。更新。ピキーン。どうしたの、そんな寝汗で。クポー。一応クルルはモーグリの言葉がわかるという。おじいちゃんがモーグリの村にいる。モーグリはテレパシーが使える。遠いですね。飛竜はもう飛べない。ありがとう。一度だけ飛ぶ。ブラック企業すぎる。何してるんだ。花。モーグリーの森ってどこ。花のところ。いや、いまいち分かりづらい。勝手に言ってくれんだけどさ。クルル、おじいちゃん、どうしてここが。モーグリが教えてくれた。このモーグリはなんでクルルのところにいるの。早く後ろに戻ろう。また飛竜酷使するのか。かわいそすぎる。今度はしかも4人プラス乗っけて。重たいだろう。動物に優しくないよね。黒チョコもめちゃくちゃ酷使したし。これは勝手に帰るはず。げ、山の上飛んでんだけど。全部で。あれ、モーグリは置いてきた。飛竜を休ませてくれ。そしてまた乗るのか。重労働すぎる。ガラフ王、私がいない間よく頑張ってくれた。宝箱は左開いてない。バリア完成後大きな動きありません。我が軍はほぼ全滅。ただのじいさんだと思ってたのに王様だったのか。
かもけど。ゆっくり休め。なんじゃ。まあ下二人も王族だしね。レナ様だってレナだし。テレポをお持ちください。もうもらったの。あ、これか。ちげえ。どれだ。あ、これテレポ。ちょっと城を探索してバルジを3回あれ文句でいいんじゃん。クルル様はモーグリとして話ができる、まあ、良い子ですなって言って飛竜酷使してるけどね。で、ちょっと一回地下へ行こう。地下の扉はどうやっても開きません。コテージを使いますかね。一回で、ここでアビリティを青魔法に変えて、レベル5ですを覚えてなければ、石像ちゃん、あ、後ろに下げときゃよかった。めっちゃ切られん。ああ、間違えた。で、青魔法キプレックスができた。レベル5です。これが効く。ここで回そう。で、AP が8あるんで、ここで AP 稼ぎができますということですね。ちょっとここでは稼いでおきたいんで、ちょっと今回はここで終了して、次回は稼ぎが終わったところからやっていきたいと思います。では最後までご視聴ありがとうございました。チャンネル登録、ツイッターのフォローしていただければ幸いです。